ナマン・ケータはフランスの陸上競技選手。400メートルハードルを得意とする選手で、4400メートルリレーでも優れた成績を残している。2004年アテネオリンピックの銅メダリストである。父親がマリ出身であるため、ケータも2000年までマリの代表として大会に出場していた。現在でも400メートルハードルのマリ記録を持っている。ケータは 2002年のヨーロッパ選手権の4400メートルリレーで銅メダルを獲得。2003年の地元パリで開催された世界選手権では400メートルハードルと4400メートルリレーに出場。400メートルハードルは準決勝で敗れたものの4400メートルリレーは決勝に進出しアメリカに次いで2位でゴールした。しかし、後に アメリカのカルビン・ハリソンの薬物違反が判明し、アメリカは失格。フランスが、繰り上がりの金メダルを獲得した。2004年のアテネオリンピックの400メートルハードルでは、後方から追い上げるレースを見せ、7番手から、最後の直線で前を走っていた選手を追い抜いて行き、48秒26で、トミニカ共和国のフェリックス・サンチェス。 ジャマイカのダニー・マクファーレンに次いで銅メダルを獲得した。翌2005年のヘルシンキで開催された世界選手権では5位に終わっている。2006年のヨーロッパ選手権では3番手を走っていたがゴール直前イギリスのリース・ウィリアムズにかわされ4位に終わった。しかし4400メートルリレーでは3分01秒10でイギリスを抑え金メダルを獲得している。 ケ太タは2007年大阪で開催された世界選手権に出場。400メートルハードルは準決勝で敗退したものの、試合後、ドーピング検査で陽性反応があり、失格となった。大会後10月に2年間の出場停止処分が課され、北京オリンピックへの出場機会を逃すこととなった。ありがとうございます。